おはよう。新庄くんだよ。今回は6月28日に発売された新作格闘ゲーム、DNF デュエルを紹介するよ。このゲームはオンライン RPG の、アラド戦記を題材にした対戦格闘ゲームで、開発はギルティギアでおなじみのアークシステムワークスさんと、マブカプ3のエイテンズさんと共同で開発してるみたいだよ。新作の格ゲーだからみんなこの動画を見て予習してね。ね。それじゃあ早速やっていきましょう。まずこれが DNF デュエルのメニュー画面だよ。格闘ゲームとしての機能は一通り揃ってるよ。オンライン対戦が一番上にあるのはなんかいいねー。ここではオフ対戦ができたり、ストーリーモードとか CPU 戦ができるみたいだよ。ここはトレモやチュートリアルができるところだよ。ここではオンライン対戦のプロフィールを編集できたり、対戦のリプレイを見たり、イラストとか BGM とかムービーを集める収集要素もあるよ。メニュー画面はシンプルでいいねー。じゃあ次に DNF デュエルのバトルシステムを見ていくよ。まずこのゲームで使うボタンは6つだよ。通常攻撃とスキルに関するボタンが4つ、あとは 2D 格ゲーには珍しいガードボタンと、体力が一定以下になった時に使える覚醒スキルを使うためのボタンがあるよ。まず攻撃は通常技とスキルがあるよ。通常技は通常 A と通常 B の2種類あって、通常 A はリーチが短いけど発生が早くて、通常 B はリーチが長いけど発生は遅いよ。状況に応じて使い分ける感じだよ。あと通常 A と B を同時押しすることで、相手を投げることができるよ。もちろんブラックもあるよ。複合ブラックはないと思うよ。次にこのゲームの特徴的な要素として、スキルと MP スキルっていうのがあるよ。スキルはスト5でいうところの必殺技で、 MP スキルは EX 必殺技みたいなイメージだよ。しかもこのスキルと MP スキルはボタンとレバー入力の組み合わせで技が出せるんだよ。スマブラみたいな入力システムなんだよね。最近だとスト6がこのシステムを取り入れるって話題になってたんだけど、新庄君的にはワンボタン必殺技はグラブルバーサスを思い出したよ。それでバーサーカーのスキルを見ていくんだけど、ニュートラル状態で出すとリーチの長い切りつけ攻撃で、前に入れて出すとガイルの V スキル1みたいな弾攻撃、下に入れて出すとこれは対空技かな？あ、そうそう。このゲームには空中ガードはないよ。後ろに入れて出すと中段攻撃のようなモーションだよ。でもこれはしゃがみガードできるから中段じゃないよ。コンボで使うみたいだね。最後にジャンプ中に出すと下に長い切りつけ攻撃だよ。ジャンプ中に下に入力して出すと急降下攻撃だね。これは低空でも出せるから相手の投げを狩るのに使えそうだね。次に MP スキルについて見ていくよ。 MP スキルを使うとここにある MP ゲージが消費されるよ。MP スキルを使いすぎるとゲージが空になってしばらく使えなくなるよ。この MP ゲージはしばらく待つと回復するんだけど、相手に攻撃を当てたり、この後に紹介するコンバージョンを使用しても回復するよ。 MP スキルもスキル同様ボタンとレバー入力の組み合わせで技が出せるよ。
例えばバーサーカーの MP スキルは、ニュートラルで出すと体力が白ダメージになって徐々に減る代わりに、自分の性能を強化することができるよ。この MP スキル使用中はバーサーカーの動きが速くなったり、二刀流になって攻撃も強くなるよ。前に入れて出すとリーチの長い牽制技だよ。下に入れて出すと無敵技で、対空とか切り返しに使えるよ。地味にしゃがみガードしながら無敵技が出せるのは強いと思うよ。後ろに入れて出すとコマ投げになるよ。バーサーカーは相手に近づいて近距離ガン攻めが強いタイプのキャラだと思うけど、それなのにコマ投げを持ってるのは強いね。ジャンプ中に出すとリーチの長い切りつけ攻撃だよ。これはちゃんと中段攻撃になってるね。しかも衝撃波があるからリーチも長いよ。あとこのゲームには覚醒っていうシステムがあって、自キャラの体力が 30% 以下になると、体力が赤くなって、キャラが覚醒状態って言ってパワーアップするよ。ここにあるアイコンも覚醒状態の目印だよ。パワーアップ内容はキャラクターによって違うんだけど、バーサーカーなら与えたダメージ量に応じて体力が回復したり、剣気は攻撃力がアップしたり、ドラゴンナイトなら MP ゲージ回復速度がアップするよ。あと覚醒状態の時に覚醒スキルのボタンを押すと、大技を出すことができるよ。でもこの覚醒スキルには無敵がなくて発生も遅いから、暴れより重にコンボで使う感じかな。あと攻撃以外の要素として、 2D 格ゲーには珍しくガードボタンがあるよ。ガードはボタンでもレバーでもどっちでもできるんだけど、なんかガードボタンがあるのは珍しいよね。ちなみにガードボタンとレバーの前を同時押しすると前転になるよ。この前転には無敵があるから、相手の弾とか牽制を前転で回避して覚醒を入れるっていう使い方ができるよ。でも投げ無敵はないみたいだね。次に共通システムについても紹介していくね。このゲームはダメージを食らった時に白ダメージと赤ダメージに振り分けられるんだけど、赤ダメージは通常のダメージなんだけど、白ダメージはスト5の白ダメージみたいに時間経過で回復するよ。この白ダメージがバトルシステムにうまく組み込まれていて、白ダメージを消費することでコンバージョンっていうシステムが使えるんだよね。コンバージョンは白ダメージがあるときに通常 B とスキルボタンを同時押しで発動できるんだけど、ギルティのロマキャンみたいな感じで通常技とか必殺技をキャンセルすることができるよ。相手からのダメージをもらった白ダメージを使うことで有利に立ち回ることができるよ。でも本来自然回復するはずの白ダメージを消費することになるから、回復を取るか攻めを取るかを状況に応じて選ぶことができるよ。あとコンバージョンを発動することで消費した白ダメージに応じて MP も回復するから、体力を犠牲にする代わりに攻めが強くなるって感じだよ。そうそう、攻めが強くなるといえば、ここにあるのはガードゲージだよ。このゲージは相手の攻撃をガードすると減っていくんだけど、全部減るとガードブレイクになっちゃうよ。キャラによってはガードブレイクが狙いやすいキャラと買えそうだね。あと BMF デュエルには防御に関する共通システムもあって、もし相手の攻撃をガードしている時に前と通常 B とスキルを同時押しすると MP500 消費することでガードキャンセルを出すことができるよ。これはスト5でいうところの V リバだね。
キルティギアストライブだと危険になるのかな。とりあえずこのゲームのバトルシステムはこんな感じだよ。それじゃあ最後に新庄くんが気になるキャラクターを見ていくよ。これがこのゲームのキャラ選択画面だよ。最初にも言った通りこのゲームはオンライン RPG を題材にしてるから、キャラ名とかは特になくてみんな職業名なんだよね。ね。新庄くん的にはバーサーカーが気になるよ。パッケージの真ん中にいるから多分主人公キャラだよね。ちょっと触った感じ使いやすそうだったよ。この剣気ってキャラも気になるよ。あとはこのドラゴンナイトも強そうだよねー。どのキャラを使うか迷うところだよ。さて今回は先日発売された DNF デュエルを紹介してみたよ。新庄くんの YouTube を見てくれてる視聴者ちゃんの中には格ゲー勢の視聴者ちゃんも多いと思うけど、みんなは DN フレームデュエルをやってるのかな。よかったらおすすめのキャラクターをコメント欄で教えてください。新庄くんの YouTube チャンネルではいろんなゲームの動画をアップしてるから、面白いと思ったりためになるなぁと思ったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もよろしくね。ね。それじゃあ新庄くんでした。